ヤッホーしずくです。はい、今回は初の寝起きドッキリをしていきたいと思います。今日は休日でさあちゃんめっちゃ爆睡してるのでびっくりさせたいと思います。それではレッツゴー。何撮ってると、もう最悪やからやだ。早く起きて。起きてるやん。起きて。何撮ってるとキモいから顔。何？何？何撮っちゃった？マジ？マジやったけど。ドッキリ大成功！すごくないよ。そうやな。めっちゃブスやからもう。何でやってほしいことがあるから変わってきて一旦そう。めっちゃ、え、でお願い事何？いつもさあちゃんがモーニングルーティンでスキンケア、うん、してるじゃん。それの紹介をしてほしいから紹介してください。いいでしょう。でしょう。はあ、仕方ないですね。やります。ということで、ゴー！レッツゴー！レッツゴー！はい、ということで紹介していこうと思います。どうしよう、これ紹介しよう。これめっちゃお気に入り。じゃじゃん。これめっちゃ持ってる方多いんですけど、すごい人気で、新大久保に行った時に気になって買ったやつなんですけど、なんか泡パックマジックバブルっていうんですけど、なんかとにかくまずパッケージがめっちゃ可愛いっていうのがあって、ピンクと青2種類あるんですけど、なんかいつも使い分けてて肌の調子とかに合わせて。今日はんー、じゃあ青使っていきます。これね、パッケージ可愛いからいつもこのねドレッサーの目の前に可愛く置いてあるんですよ。こんな風に、こんな感じです。ということでやっていきます。これマジでいい、やばい、おすすめ。はい、哺乳瓶の形になってる。すごい韓国でもね人気らしくて大好きなんですけど、うん、本当にもう寝起きドッキリとか初めてされたから本当にブスなんですけど、前髪止めますね。取れたらこれを可愛い文字で手のひらにこんな感じで乗せたら、なんか薄くまんべんよくねお肌に塗っていきたいと思います。で、なんか私がこれ気になった理由っていうか買った理由なんですけど、ほらもうどん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 泡になっていくんですよ。クリーム状なのにどんどん泡になっていくし、なんかこれした後に化粧のりがバリクソよく、あ、バリクソとかっていうのね、めっちゃ良くて、本当に化粧のりがめっちゃいいんですよこれになった後で。なんか洗い流さないし、すごい毛穴にもね、でもなんかうちこれ使う前までなんか化粧水とか乳液とか朝パックとかいろいろしてきたんですけど、これはもうスキンケアがもう詰め込まれているし、なんか下地効果もあるんです。そうそうそう、それが言いたかった。ほら
でどんどんなんだろうお肌が感じるんですよ、このシワシワ。もうね炭酸になった気分です。炭酸がブクブクブクみたいな、モコモコモコみたいな感じになって、しかもなんか結構毛穴を隠してくれるっていうのがあって、保湿してくれるしちょうどいいくらいにベタベタしないんですよ、拭き取った後に。あ、この感じが好きなんですよ私、このモコモコモコシュワシュワシュワみたいな大好き。こんな感じでねめっちゃあわあわあわみたいなってなるんですけど、なんかどんどん足りない部分にどんどん付け加えていってください。なんかやっぱ女の子ってなんか朝忙しいじゃないですか、1分2分3分とか本当に大事なんですね。なんかでもそういう時にスキンケアとか全部入ってるし下地効果もあるなんて、忙しい女の子にぴったりって感じ。あわわあわわ、あーもううちこの瞬間が一番好きです。あわこのシワシワになってる時が、はい。でね、まんべんなく泡になったら、うん、聞こえます？なんか、あー気持ちいい、しかもいい香り。オッケー、ほら、こんな感じでしっとり。この後マジで化粧のりめっちゃいいですからね。はいは、はい。でみんなにね知らせたいことがあるんですよ。なんか最近他の会社がですね、これと似ているものをね販売することが多くなってるらしいんですけど、本物はこのね哺乳瓶の形をしたベーカーセブン、ベーカーセブンさんっていう会社が販売しているので、ぜひねお揃いにしましょう。で目印にしてほしいのはパンボーっていうねキャラクターがいるので、それを目印に買ってみてください。もう本当にね最近で一番のおすすめ商品でございます。これドッキリなのに、でもドッキリしてもらえて逆に良かったかも、紹介できたから。みんなも使ってみてください。ということでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、チョベリグ。